はい、始まりました。さあ、先日、はい、ジュビロ磐田 J1 昇格しました。しましたね。いや、ありがとうございます。はい、怒涛の16連勝ぐらい。いやいや知っとけんとこは結構衝撃ですけどね、うん、ジュビロが J2 にいるっていう。いや、まあ、まあね、ジュビロもでも清水とかもやっぱオリジナル10でも落ちることはあるんですよ、うん、これがやっぱ J リーグの過酷さですから。そうですね、ガンバですら J2 行った時代がありますから。セレッソも行ってましたからね。確かに、はい、松本山雅がね、もしかして J3 に。いやー、ちょっとね、はい、でもね、何試合か見ましょう。ちょっと厳しいね、あれは。J1 まで行ったチームが J3 に落ちちゃうか、また。うん、松本山雅って歴史としては JFL から頑張ってコツコツ上がってるチームだから、また J3 まで行っちゃうかっていう感じはありましたね。うん、来年も楽しくなりそうですね。はい、J1、ね、J2、J3 と。はい。来年も期待して、みんなで応援していきましょう。はい。それでは、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いや、オープニングで OPED だ。その前に、水戸線のね、行ってきた映像を撮ってきてもらったということで、ちゃんと撮ってきたんですね。毎回撮ってきてるんですよ、僕は。だから今回の水戸線も、ほぼ速乾で、で、僕が買ったタイミングは、増席したんですよ。席を増やして、タイミングで僕は買ったんで。増席に感謝じゃないですか。そうなんですよ。さあ、行きましょうか。はい。はい。ご覧ください。どうぞ。おー。さあ、ケーズ電気スタジアム行ってきました。ちょっと僕も初めて行きました。めちゃくちゃ遠いです。で、バスも着いたとか、バスもが使えないっていうことで、バス延期行かないとまずかったです。地域が戻りましたが、そうですね。がつきましたんで、茨城の IC カードを使われる。ありがとうございます。フラットスリーチャンネル。さあ、ということで延期してきました。さあ、ここからちょっといろいろあるみたいなんで遊んでいきたいと思います。結構なんかブースありそうですね。こんな感じです。おお、結構いますね。そうなんですよ。これはジュビロサポがほとんどですか、それとも。いや、水戸サポの方々もわーっていらっしゃって、ちょっと今から今PKしていきます。一瞬だけね。やっぱり欲しいかな。いないよ。やってるじゃん、やってる。あ、ごめんなさい。こんな小ボケも挟みながらね。えぇ、ー、って言われちゃってるじゃん。小ボケなのに。小ボケなのに。えぇ、ー、って。本気で。マジでやつ。マジで今はマジなやつ。だ大人気よ。あー。50点だった。かわいいのいただきました。走ってんだよ。だって、はい、下行っちゃったの。ちょうど間に行きました。そうスタグルもすごい いやすごいね、賑わってますね。そうなんですよ。いや、だからすごいいいところでしたね。めちゃくちゃ楽しそう。多分だから本当はね、もっといっぱいあるんだと思うんですよ、うん、コロナの、ね、がなければ。でもだいぶコロナ前にこう近づきつつあるというか。そうですね。ちょっとホーリーホック牛乳ってあるんで、ちょっとこれ買ってみたいと思います。なんだそれ、ホーリーホック牛乳。茨城産の牛乳。そうですね、茨城今牛乳はやっぱ有名ですから。え、そうそうです、そう、牛乳を。はい、はい、どうぞ。はい、じゃあまーし。はい、じゃあまーし。おー、すごい。コーヒー牛乳と牛乳があって、ちょっと牛乳の方。いいな、俺牛乳大好きなんで。飲むことに結構買ったら飲むでしょ。いや、ちょっともうキックオフの時間が近かったんで。なるほどなるほど。スタジアムの中に入って飲みました。いや、何見せられてんの僕ら。飲んでるところなんかなんていうんですかね、なんかあっさりしてるんですけど、はい、でもちょっと濃い牛乳の食リポいらん。牛乳でした。まあでもすげえ美味しそうですね。このパックから伝わってきますよ。やっぱ僕はまあ北海道の牛乳で親しんでるんで。北海道強いわ。まあ、北海道の牛乳とまずちょっと若干違う。違うの、はい、北海道濃い、まあ、そうですね。イメージはあるね。ガツンってくる牛乳なんですけど、なんかあっさりしてる。いや、長いな、牛乳飲み終わるまで尺が。結構大変だったんです。お腹壊すんじゃないかっていうドキドキ感と一緒に学生時代だからね。喋れ喋れ、ごちそうさまでした。牛乳の早飲み対決みたいにしたな。でか、
ね、この多い選手がね。そうなんですよ。あれ、またあの勝田選手が、あ、出た、僕に勝田選手の奇跡がまた起きましたか。そうなんですよ、ナットスリーチャンネル、奇跡が起きまして、そう、聞いててくれたんですね。結構近いところで行ってたんですね。で、そうです、ね、前から2列目で、これで、昇格が今回で決まりまして、で今回もね、はい、安田選手に気づいていただいて、そのおかげでありがたい限りです。ありがたい、ちょっと寒くてそれどころじゃないんで、ちょっとあの選手バス見送ってたら最終のバスを逃しまして、ちょっと駅まで歩いて帰らなきゃいけないっていう1時間半地獄じゃん。悩まれながら地獄以外の何者でもないわ、選手バス待って寒い中、寒い中自分が乗らなきゃいけないバス乗り遅れるって、めちゃくちゃ寒かった。次はね、本当ミスりましたよ、みんなで来れるように上の方だもんね、行きたいと思いますんで。そうですね、茨城、はい、ぜひぜひ。ちょっとだから茨城のこと舐めてましたね。お願いいたします。それでは三塁。さあ、ということで、はい、良かったですね、いろいろ体験もして、はい、で最終的にはやっとさんにも、まあ、やっとさんが気づいたというより八田選手が、そうなんですよ、毎回八田選手に気づいて、八田選手の視野の広さ、いや本当ですよ、撮影キーパーなんで、はい、すごいですよ、八田さんは上から見てるんでね、イーグルアイなんでね、そうです、だから多分僕のつむじだからちょっと見えてないよ。良かったなと思って、J1 昇格も。いや、本当に来年が楽しみですよ。そうですね。でも、次はまた、優勝がありますんで、あと3試合。ここはきっちり、ちゃんとね、はい、優勝して、上がってもらって。はい。シャーレを掲げたいなと思ってるんで。うん、え、うん、はい。いや、それは選手が掲げるもん。はいはい。千葉さん、ね、掲げられないですよ。え？マジですか？いや、それはそうですよ。え、でも僕、すごい、おめでとうの連絡いっぱい来たんで。いやいや、だから違う。僕、選手だと思って。間違っている。僕、選手じゃないですか？じゃない、いやいや、そっち？自分のプレイ見たことある？はい。通りで。なんか調子悪いなと思ってたんですよ。J リーグの選手の割にはちょっとあんま芳しくないなって。そういうことか。選手じゃねえのか。長崎戦？はい。は行くんですか？長崎戦行きます。お、じゃあ見に行っていただいて。はい。え？僕も行きますよ。山入ってるんですね。じゃあ二人で行く。出身はね、静岡ですから。そうですね。にしますからね。はい。それではチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。お願いします。それではバイバイ、アディオス。なんだそのアディオスって。